日本埼玉県埼玉市桜区、塚本日本埼玉県埼玉市西区、塚本塚本は埼玉県埼玉市の大技、桜区と西区に分かれている。郵便番号は、桜区が 338-0816, 西区が331-0066。また、大技塚本から成立した埼玉市西区の町名、塚本町についても扱う。 塚本町の郵便番号は331-0060。塚本町の住居表示は未実施。埼玉市西部の中石平野や自然堤防上に位置する。荒川左岸側で旧安市だった桜区の大技塚本が江戸期の塚本村で旧大宮市だった西区の大技塚本及び塚本町は塚本村の飛び地という関係であった。住宅はまばらで、 農地や古墳が目立つが、最も偏僻な八島地区にはニュータウンが造成されており、住宅が整然と立ち並ぶ。堤防と荒川に挟まれた定外地にはかつて人家があったが、水害に悩まされていたため2000年代初頭までに全戸が移転した。田畑や薬師堂などは現在も残る。地内の荒川堤防では、埼玉地区定事業によって堤防のかさ上げ工事が実施されている。 旧大宮市だった西区塚本は地水橋を渡って荒川を越えねば埼玉市の市街地に入れないため、瓶、沼川を挟んで隣接する富士見市も生活圏となっている。1921年までは現在の瓶沼川が荒川の本流であったため、現在の埼玉市の市街地とは陸続きであった。現在西区の大和塚本は荒川の右岸川河川敷が主で、 町名変更により高知整理された水田で占められた人家のあるほとんどが塚本町となっている。塚本町一丁目の北側に西区大技、塚本の飛び地が2カ所存在する。地内の荒川堤防では埼玉地区定事業によって左岸側同様に堤防の傘上げ工事が実施されている。住宅地の地下は2014年に1月1日に公表された。 都道府県地下調査によれば桜区、塚本あざ東高地16番2の地点で73,600円、平方メートルとなっている。元は、江戸期より存在した武蔵区に足立郡上田寮に属する一つの塚本村で、現在の西区、塚本付近がその飛び地であった。古くは、南北朝期より見出せる足立郡のうちにある地名の、塚本、であった。村高は、田園墓。 原禄豪朝とも174国余り、天保豪朝では243国余り。スケゴは中仙道大宮宿に出役していた。八冠屋に持ち天神殿を領していた。活性期の世帯数は57件で、村の規模は東西5から6町、南北12から13町であった。地名は地区内に多くの塚が存在したことに由来する。 2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。西区、桜区ともに町内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は埼京線南予の駅が桜区、塚本あざ東高地16番2の地点からおよそ 4.5km の地点にあり、徒歩県内ではない。 一家のバス路線が運行されている。ありがとうございます。